そうした成果が上がることを期待しているところであります。朝日新聞の岡崎と申します。獣医学部新設の関連で何点かお伺いします。24日に安倍首相が速やかに全国展開を目指したい、地域に関係なく2校でも3校でも意欲のあるところにはどんどん獣医学部の新設を認めていくと発言しました。この発言を受けて内閣府としては今後具体的にどのような対応をしていくんでしょうか。今治のように、新たな告示を作るのか、または、平成15年の文科省の告示の撤廃を目指すんでしょうか。これまでも国会答弁で、何とか、お答えしておりますけれども、私どもとしては今回の国家戦略特区における獣医学部新設ということはですね、別に今までに限ったことではないということで考えておりました。攻撃的なということですね。それは京都の提案もあり得るし、新潟の提案もあり得るということを考えていたわけであります。ただその後パブリックコメント等をやる中で、獣医師会からぜひ一考にしてくれという話があって、その点については、岩盤規制突破を早くスピーディーに進めることと、それから慎重な意見に配慮するということで、今回はまず一考に限ろうということで、私から提案し、3大臣で合意に至って、政府としての決定に至ったわけであります。ただそのことで、終わりというふうには考えておりませんで、国会答弁でも当然2項目3項目あり得るという答弁をしております。したがって、そういう具体的なですね、要望がこれから出てくれば、ぜひ前向きに検討していきたいというふうに思っています。それから、そういう意味ではまずは国家戦略特区の中から出てくることが一つのステップになると思いますけれども、もともと国家戦略特区でやる岩盤規制突破というのは、それをやってみて特に問題がないということがはっきりすれば、すぐに全国展開に移していくという建前の成果でありますので、そういう意味ではまず戦略特区でやった成果を見て、それから全国展開という形になっていくというふうに思います。その意味ではまず具体的にどこから提案があるかということで前向きに考えていきたいというふうに思います。関連して獣医学部設置を1校に限定して認めたことについては、中途半端な妥協と安倍首相はしてきました。1校に限った件については山本大臣が自ら決断し、大臣にし、で3大臣合意に移ったと説明していますが、はい、山本大臣の決断を安倍首相が中途半端な妥協と指摘されたことについてはどう受け止めていらっしゃいますでしょうか。1校に、限った、まず獣医学部の新設ではですね、獣医師会等の慎重論に配慮して広域的に存在しない地域に限るといたして、まず制度改正をやるということを11月9日の諮問会議で決めました。この11月諮問会議では、要するに獣医学部を新設を認めるという制度改正をやるということを決めたわけですね。それから今度、具体的な場所、そして事業者を決めていくわけでありますが、その際にパブリックコメントをしまして、慎重意見が非常に強かったということと、具体的に獣医師会から、確か12月の8日だったと思いますけれども、1校に限ってもらいたいということで、その要請を踏まえて、慎重な意見に耳を傾けるということでやってまいりました。これはですね、いきなり広く門戸を開いて、規制覚悟を実現できれば、それに越したことはないんですけれども、さまざまな抵抗がなくなっては一向に限るとして、改革の第一歩をまずスタートさせることが重要と判断したものでありまして、当時のこの判断は妥当なものであったと考えております。こうした判断は民間意識の方々のご意見も踏まえた上で、
最終的には内閣府文科省への農水省の3大臣を合意して行ったものであり、関係者の総意だったと考えております。医学部の開設でも同様の措置を行いました。まあ、そういう意味で、これからはですね、この点について、誤解が与えないようにさらなる新設も見据えて改革を続行していきたいと思っております。その意味で、どんどん、具体的な提案があればしっかりと対応していきたいというふうに考えているところです。ではそういうその当時の事情を考慮せずに中途半端な妥協といったことについては侵害であるということでしょうか。まあ、それは侵害というまで、ではありませんけれども、まあ、一個に限るという妥協したということは確かですから、その点については我々としては党としてはやむを得ないという判断でありましたが、そうした妥協がですね、国民の答えを与えるというようなことに、なるのであればですね、それはもともと2項目3項目当然考えて言ってるわけですから、なんだ我々としては問題ない、具体的な要望があればしっかりと対応していきたいというふうに思っております。医学部に関しても1校に限り東区での新設が認められて、今年4月に成田市に国際医療福祉大が開学しました。これもそうすると中途半端な妥協なので、今後全国的に医学部を作る方針で臨むということでしょうか。医学部について云々の話は今特段考えておりませんが、私の個人的な考えとしてはですね、医学部と獣医学部は少し性格が違うところがあるというふうに思ってます。医学部の医療というのはまさに国民皆保険の下で行われているわけで、ある意味で公定価格で、授業を行われるものであります。その意味ではやはり国としてそれなりの時給の調整なりを当然考える必要があると。そうしなければ保険制度自体がおかしくなるということもあります。一方でですね、獣医学部というのは全くの自由価格の世界でありますから、そこは国家試験ということで一定の質が担保されれば、あとは市場権利に任して落ち着くことに落ち着くというのが筋ではないというふうに思いますので、ちょっと性格が違うんだろうというふうに私は思っています。それでは大臣、次のご予定がございますので、最後の一問でお願いいたします。東京新聞の中澤と申します。はい。広域的な件で2点お願いしたいんですけども、古い話ですと国会答弁で前には桜井議員の質問に対して大臣がその広域的に入れた理由についていろんなところに代替ができるからというふうな発言があったと記憶しているんですけれども、これは以前にその共産外しじゃないみたいなことをもうおっしゃってたと思うんです。そことその矛盾するような発言だと思うんですけれども、この広域的なと入れたのがいろんなところに代替ができるからというふうな発言のこの真意がどうやったのかということをまず伺いたいんですけども、それまで、いずれにしても限定するということは当然考えて、原案としても出しているわけですね。獣医学部の既存の獣医系大学が存在しないところに限ると。ただその場合に、まさにその市町村なりに、なければいいんじゃないかと、いうような話になるんじゃないかと、これは文科省との間でもそういう議論が言われました。そこでそりゃそうだなと、じゃあ隣でもいいんだという話が当然ありうるので、そこは新しい需要ということで、感染症対策とかですね、産業動物実施が不足しているとか、そういうことを当然加味しなければいけないので、その意味では自分の市町村なければいいんだという話じゃなくて、少し広域的にそういうのが存在しないというようにする方が段階的ではですね、いいんじゃないかというふうに判断したわけであります。でも関連でもう一点だけ、さっきのその広域的にということなんですけれども、この広域的に限ってはこれは獣医師会は要望しないというふうに明確に発言されておりまして、あとその広域的っていう文言について
最初のその文科省からの修正原案には入ってないわけですね。そういう中で、じゃあどうやって大臣が自らそれを決断したっていうのであれば、広域的にっていうものをどういうところから言えたのかっていうのが、ちょっと今までの国会答弁ではちょっと伺えないので、そこをどういう自分のその判断で広域的にっていう言葉が出てきたのかっていうのをもう一度お伺いしたいんですけども。いやいや、それは国会答弁の何度も説明した、今も説明した通りですね。当初内閣府の案は出したわけです。でもその時からも限定しようという話で出してるわけです。ところがそれに対しては文科省の方からも、それじゃあ自分の市町村なければいいのかという話で、どんどん数が広がるじゃないかという、そういう指摘もありました。そして、自治会はおっしゃるように、自治会はもう絶対反対ということをずっと言ってたわけでありまして、それはそういう話で受け止めていました。したがって、そういう文科省とかの議論の中で、自分の市町村じゃなければいいんじゃないかということになると、ちょっとどこでもすぐ隣だったらいいんじゃないかという話になりかねませんかという議論があって、それはそうだねと。やはり、全国的に見て、感染症対策、産業動物重視の不足ということに対応するという観点からすれば、やはり周辺少し広めに見て、そういうのがないところに限るということの方が全体として、第一歩としては納得されるんじゃないかということで、考えて、いたわけであります。当然私の頭の中にはいくつかのバリエーションがあったわけでありますけども、その一つが公益的にと、入れることによってということです。じゃあ、その先ほどトータルすると獣医師会は行ってないと、となると、じゃあ文科省の方で限定的よりはより厳しい、文言を入れてくれというふうな意見があったということですか。そういうふうに私は理解しています。それでは本日の会見は終了いたします。はい。